最高じゃ、いい気分じゃ。じゃな、もうな、結果発表じゃ。行くぞ、俺の結果発表。こんなぐらい釣れたんじゃぞ。みよ、三、二、一、どうぞ。タグムネな、肩まで行ったんだけどな。これじゃ。ガシラじゃ。ちっちゃいな。残念じゃ、タグムネ。ちっちゃいガシラじゃガン。有田美濃島漁業協同組合役員梅本直也さん、今度の浜の産直打たせで頑張ってる。何だ、何すか。産直市場。さあ、産直市場、浜の打たせ。どうぞ、一言。4月28日、浜辺のな、オープン。使わないようにと思ってな。なんとか標準語を喋ろうとしておる。前回、上等式の時に、持ち掘り凝らしてもらいましたけども、それ同等の人数、お客さん、オープンに来てほしいです。それ来てくれたら成功間違いないです。成功するためにもいろんな意味で頑張っていきますんで、皆さんよろしくお願いします。梅本さん、ちょっと緊張しとるの。カカカカ緊張して当たり前じゃないですか。暴れん坊梅本。いや、暴れやんすよ僕は。大丈夫じゃ。産直のために頑張ってます。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。よし、バイ。イエーイ。高校はどこに行くんじゃ。何をする。頑張れよ、暴れん坊アツヤ。頑張れ。天下無敵じゃって言わなかった。天下無敵じゃ。柔道でかかってこい。言うたれ。柔道でかかってこい。負けんなよ。頑張れよ。よろしく。よろしく。よし。はい、今日の YouTube の柔道部天下無敵じゃ。今何年生じゃ。2年じゃろ。今度2年じゃ。中学はどこじゃ。強いか。はったりでもいいんじゃ。天下一じゃ。美濃中柔道部は天下一じゃ。頑張れよ。ではまたな。楽しみにしておるぞ。天下統一じゃ。頑張れ。よし。何部な。柔道部3年。貴様は強いか。めっちゃ強いです。目指すは何じゃ。天下一か。いや、世界一。おー、いいね。まあ、美濃中柔道部強いからの、世界一になった人もおるからの、頑張れよ。アイラブユーじゃ。I love you. 頑張れ。よし、大丈夫じゃ。名前なんて言おうかな。ハルトじゃ。暴れん坊ハルトじゃ。高校に行ってクラブは何をする。目指すは何じゃ。県1位か。和歌山県1位か。天下を目指せ。お前ならできる。
ハッタリ歌ってくれ、かかってこいとか言うたってくれ。え、俺にかかってこい言うて、持って帰って、それぐらい言うたってくれ。かかってこい、俺にかかってこい、かかってこい、待っとるぞ。おーちゅうて、おーちゅうて、じゃあもう一回、おーもう一回言って、おーよし、行こうか、天下無敵じゃって言ってみな。天下無敵じゃ、いいね、暴れん坊トキトンじゃ言え、トキトンじゃない、暴れん坊トキトン、暴れん坊トキトン、柔道部じゃ、ごっちゃんです。何やるんじゃ、何やるんじゃ、これはタオルで、うん、タオルが彼女のにある駒回しです。ゆうさい、みんな三直来てくるよなって言って。何？三直って言って。三直って。浜の打たせって言って。浜の打たね。浜の打たせ。浜の打たせ。来てくるよな。来てくるよな。待ってるぞ。待ってるぞ。じゃあな。じゃあな。バイ。バイ。